かなと思い描きました。続いては実写版魔女の宅急便ジジの映像初公開。話題の実写版映画魔女の宅急便、小芝風花さん演じる主人公キキを支える相棒黒猫ジジの映像が初めて公開されました。それがこちらです。何事も慎重にって言われたでしょ。動きはもちろん毛並みや表情など本物そっくりの黒猫ですが、実はこれすべてコンピューターグラフィックス、日本最高峰の CG 技術が使われているんだそうですよ。注目の役どころとあって声を演じるのも超人気声優、アニメ軽音などを担当する本吹美奈子さんです。映画魔女の宅急便は3月1日からの公開です。いや楽しそう。いやこれ魔女の宅急便みんな大好きな映画ですけど、いやこれみたい、これ実写版ということでシナモン、これね、それで、はい、ジジ、いろんなね、どうやって言うんですか、実写版、これ、注目されてたんですけど、私は猫ひろしになるんじゃないかと、それ思ったから、来年やめてくれと、来年、強く言ってたんですけど、急にバラエティー、はい、で、新人になりました。で、担当してるのが、秋山隆彦さんっていう方なんですけれども、もう90年代から日本の CG、CM だったり、博覧会にやってて、映画祭とかでもフランスとかでも賞を取っている、第一人者。第一人者。今ね、基本的にアメリカでお仕事してることが多かったんですけど、はい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 、今回、まあ日本に持ってきてお仕事するっていうことで、はい、しかも今 CG ってのをわざとらしく作るんじゃなくて、うん、CG ってわかんないように作るっていうのがもう流行りになってるんですよね。そうですね。今みたいな映像でもね、うん、普通に。いや、確かに本当このね、短い時間ですけど、違和感なく、はいはいはい、物語の中入ってるから、これ楽しみですね。はい、映画は3月1日公開です。楽しみ。あ、すごい、これすごい、まとめた。実写版、これ注目されてたんですけど、私は猫ひろしになるんじゃないかと、それ思ったから、来年やめてくれと、来年強く言ってたんですけど、急にバラエティー、はい、で新人になりました。で担当してるのが秋山隆彦さんっていう方なんですけれども、もう90年代から日本の CG、CM だったり、博覧会にやってて、映画祭とかでもフランスとかでも賞を取っている。第一人者。第一人者。今ね、基本的にアメリカでお仕事してることが多かったんですけど、はい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 、今回まあ日本に持ってきてお仕事するっていうことで、はい、しかも今 CG ってのをわざとらしく作るんじゃなくて、うん、CG ってわかんないように作るっていうのがもう流行り。もう超人気声優、アニメ軽音などを担当する本吹美奈子さんです。映画魔女の宅急便は3月1日からの公開です。いや楽しそう。いやこれ魔女の宅急便みんな大好きな映画ですけど、いやこれみたい、これ実写版ということでシナモン、これね、それで、はい、ジジ、自分のね、どうかなと思い描きました。続いては実写版魔女の宅急便、はい、ジジの映像初公開。話題の実写版映画魔女の宅急便、小芝風花さん演じる主人公キキを支える相棒黒猫ジジの映像が初めて公開されました。それがこちらです。何事も慎重にって言われたでしょ。動きはもちろん毛並みや表情など本物そっくりの黒猫ですが、実はこれすべてコンピューターグラフィックス、日本最高峰の CG 技術が使われているんだそうですよ。注目の役どころとあって声を演じるの